リスナーが帰って、ズキューン帰ってきたんだけど、マヨさん、ズキューン、おやす、ズキューン、バク投げだわ。嬉しいですよ。ツイキャスで、わあ、ドラゴンさん、すげえ。やっぱツイキャス来てね、もう元気なかったら寂しいからね。やっぱふわっちでしか通用しないみたいに思われちゃってるからね。マヨさん、すげー、すげー。マユ、逃した魚はでかいぞ。てめえが逃した魚はでかい。お前の竿じゃもう釣れないよ。申し訳ないけど、もうちょっと鶴木君、ありがとうございます、頑張りやって、もうちょっとねレベルの低い配信者にしな。うん、もうちょっとレベルを落としてさ、松平源とかね、うん、それか金梅さん付き合ってね、ネスランでマウント取ってグルヌさせるとか、まあ惨めだけどね、それもどっちにしても、あ、ソフトとかね、どっちにしても惨めですよ。で、ゼロワンに捨てられて妥協して行った男も惨めな気持ちになるし、どっちにしても、あ、エリちゃん生誕祭がスコアゼロになってるから、エントリーして投げてください。エントリーしてお願いしますね。ゼロワンと比べられる。初めはいいんじゃない？ゼロワンと違って優しくていいねって。でもすぐ飽きられると思うよ。一瞬にして。一瞬にしてね、飽きられそうな気がする。あ、中村くん、まあ、名古屋だからね。中村くんがツイキャス A 版になったって本当？で、中村くんのポストをもらおうかな。うん、多分レベル的に似たり寄ったりだから。うん、A 版？384個、400個のお題見えてきたな。あ、徳明さんありがとうね。スコアゼロになってるけど、急にさんはまあいらないかな、意味がわかんないから。もう眉寝たかな、大丈夫かな、もうそろそろ配信終わって10時、1、2、
で、もうすぐ16時間経っちゃうから、もうお昼13時だよ。さすがに電話で起こしちゃったらダメでしょ。寝る前に、ね、体がね、未練がましいんじゃねえんだよ、ここはってバカは。電話かかってくるからって言ってんの。ほんとにわかってないね、このココアちゃん。みんな聞いてくれる？約半年ずっと粘着してるんだよ、この子。注意してあげても。しつこくて、いつも、潜ってて、なんかの時に出てくるんだよ。もう半年粘着されててさ、半年以上だもん。プルの時からずっと、もう 2年ぐらいされてる。ちょっと注意してあげてよ。俺に言うこと聞かないから。ココアちゃんに。ミセスファンとか注意し方わかる？もうゼロワンに関わるなとか、そういうこと言えないの。いや、ファンじゃないっつーの。自分が悪くないと悟っちゃうじゃん。バイバイってどうせ来るだろうってね。で、覚えといてね、じゃあ。もう二度とコメントしないでね、じゃあ。これ今来てる人、見といてね。絶対来るから。しつけんだよ、お前。外部のタヌキ力でカタカタしとけや。こういうバカって、ゼロワンがオイナの腹蹴ったとか、絶対ずっと連投してんの。1時間とか、2時間とか。病気。ちょっとご飯作るからね。ご飯食べないと。俺はね、今はリスナーに甘えれるんだよ。だからウーバーってことで今甘えてもいいと思う、うん、ウーバーにするか自分で作るか。本当にね、優しいリスナーさんがいて、行ったら頼んでくれるんだ。どうする？正直作るのめんどくさい。料理配信、まずメニューは作るんだったらご飯でちょっと1合にする。あ、足りないかな。あ、2合食べ過ぎちゃうな。1合のご飯と残ったイカの塩辛、あと目玉焼き2つ、あとアサゲの味噌汁、あとキムチの残ったの、うん。で、ワンチャン全部混ぜチャーハン、キムチとイカの塩辛とご飯とか卵をかき混ぜるやつ、それ行く？うん。どうする？どっちか行って、ウーバーが作るか。黙ってない。これはちゃんとね、リサーの意見も参考にしながら楽しく配信やらせてよ。自分が全部独断で決めて、ただそれ見せるよりは、生放送なんだから、そうめんが家にあるものにして買い物行けないよ。どっちが多いのみんな。ちょっとあんまわかんないよな。
で、ウーバーが多いけど、リスナーを何だと思ってんの？ちょっと甘いすぎじゃない？作ろうよ。何そんなリスナーに甘えるの？だからウーバーっていう人、俺が頼んだら頼んでくれる？うん。じゃあ作れよ。作るけど。やめよう、リスナーに甘えるの。やれること自分でやっていこうよ。違う？リスナーに甘えすぎな。うん。やれることやれよ。うん、仕事もしてないし。分かった。でも一つあるのが、この時間ってラーメン屋の出前がやってると、あのチャリンコで持ってきてそのまま丼で持ってくるタイプの出前を頼んだことがなくて、一度頼んでみたい。あの天津飯と、天津飯とラーメンとか、昔ならではのラーメン、それがあるのかわかんないよ。うん。天津飯。で、それがもしあるんであれば、うん。あ、唐揚げと餃子と、いいね。天津飯、唐揚げ餃子、あと味噌チャーシューね。うん。で、欲を言えばザーサイ。で、天津飯大盛り、味噌チャーシュー麺大盛り、どうだ？これはもう寝れると思う。で、俺いつも食いすぎるぐらい食べて寝るっていうのを習慣づけて、あ、苦しいって言いながら寝るっていう、これ一番体に悪いやつ。で、服も5日間変えてないし、どうするの？どうしてほしいかも言えないの？で、俺がちょっと欲しいコメントが、ちょっとそういうくだりだるいよとか、だってだるいじゃん。だるくないの。だるいっしょ。俺もだるいだろうなと思って、うん、だるくない。だるくない人はじゃあどうするって言ったら、またウーバーやっぱりこうやってやる。これ1時間やりないの。やり続ける、うん、で、あと一つあるのが、ウーバーのココイチ 1000g 全トッピング、で、これがいくらいくかわかんないけど、優しいリスナーさんにちょっと高いけどすいませんってお願いして、ワンちゃんお金を払う、後から振り込んだりして、それやっても10から 1000g 全トッピングはなかなかいないんだね。 1000g とか全トッピングとか10からだけはいるけど、うん、好きにしたら、あの天使と悪魔が、悪魔はウーバーだけど、ちゃんと作んなきゃなと思って、でも眠たいな、動きたくないな、どうする？
やばいな。みんなやばい、もう死んじゃう。もうタバコ2箱なくなっちゃう。どうする？タバコを吸いすぎ。昨日の10時から。あと1箱ないもんな。米だよ。なんか4本しかない。で、みんなの近くってクールライトって言ってる。クールライトが入荷されないんで、あそこのセブンイレブン。あれをね、また欲しいなと思ったの。水蒸気なんだっけ。カプセルのやつ。あれなんだっけ。プルームテック、炭酸飲んでないのに結構出るしね。あ、うるさい空気の音。あ、ナオピそう？なんかナオピエントリーして、あのイベントエントリーして無料アイテム投げて、知り合いにちょっと頼んで、ナオピ昔の同胞にあんま気にない、ね、取ってあげれば。どうだ、うるさい、ごめんごめん、なった、うん、早く言ってよ、なんで言わないの。ちょっと画質悪いよとか、音うるさいよとか、でごめんねとか、なんでこんな気使うのかなと思う。なんで気使わないの。おいアホとか言いたくならない。なんかもうすごく嫌だ。アンチしてたやつまでどんどん優しくなってきてる。気持ちが悪い、痒くなる。喋り方がどんどん優しくなってね、そういうの痒いから、いつも通りコメントしろよ。いや、俺体痒くなる気持ち分からん。分かれた途端にあまりにも表現されたら、え、どうしたのってなっちゃうじゃん。やめてよ。もいても言ってたやつがブロック、ツイキャス NG0 人なんだけど、褒めて、褒めていただきたい。嫌なやつはすぐ NG 入れるようなヘタレじゃないんで。外部サイトも5人しかいない。泣かない不安、何、うん、だからもうちょっと荒れてほしいんだけど、まあちゃんとギャー、どうやったら荒れる？もう恋しくて、と匿名枠が生ぬるくて、イライラしてきた。生ぬるくて、もう眉毛呼ぼうかな、生ぬるいから。迎えに行ったろうかな、てめえらが。いや、やる気ないから腹立ってくるわ。キラキラしてくんなよ、おいこの野郎、おい
くなるんだわ。おいおい、この野郎。子供が。キャス虫ってよくこういう生ぬるいところでずっとやれるよね。気が知れない。うん。イエスマンだけ残してね、そういうところでよくやれるなと思う。楽しいのかな、生ぬるくて。こんなマンとかフワッチでいいんだけど。